こんにちは、整体にこにこサイドです。本日もダウンをご覧いただきありがとうございます。今日も痛みは不調でお悩みなどに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は質問いただきまして、ヤンキー座りは、いいんですか、やってもいいんですかということで、ご質問を受けました。でこれはですね、なんでこの質問を受けたのかと言いますと、ヤンキー座りをしているとですね、膝がどうしても張ってきたりとか、膝がなんか、まあ、痛みというのが出てきてしまうと。で、それで、そのヤンキー座りしてていいのかなということで、疑問に思ったということで、ご質問いただいたということになります。で、ヤンキー座りは、これ結論から言いますと、やっていいですし、まあ、ヤンキー座りは、できた方がいいです。できた方がいいです。ただですね、もちろん膝が、今、現在ですね、あなたが膝が痛い場合は、無理したらダメです。無理したらダメですけども、まあ、だから、まずは、膝が痛いあなたは、膝の痛みはまず解消してください。まず、普通に椅子から立ったり座ったりとか、歩いたりとか、そういったところでまず痛みが出ないようになって、それから、ヤンキー座りをしていただくというのが、順序としてはいいので、無理してやらないでください。ですけども、ヤンキー座りはできた方がいいです。なんでかと言いますと、ヤンキー座りね、ヤンキー座りって知らない人もいるかもしれないですけども、ヤンキーだけがやるわけじゃないんで、ヤンキー座りってこういうやつですね。こういうやつです。こう、かかとをつけて、こう、しゃがむことをヤンキー座りって言います。こうやってね、ヤンキー座りです。で、こう、かかとを浮くやつね。かかとを浮くやつありますね。これは、尊虚と言います。専門的には尊虚と言いまして、ちょっとヤンキー座りとですね、厳密には座り方が違います。ヤンキーはこんな風に座らないですね。ヤンキーはこうです。こうですね。こうは、これかっこいいですね。これ武士の人とかですね。昔はこうやって、相撲取りさんとか、こうやってね、こうさんですって言いますよね。そういう時に使うのは、これ尊虚と言います。ヤンキー座りはこうですね。で、どちらでもそうなんですけども、この尊虚も、まあ、しゃがむものですね。こうやってしゃがむ。まあ、ヤンキー座りですね。これはできた方がいいです。なんでかというと、まあ、例えば、こう、草むしりをしたりですとか、下のものを何か取ったりですとか、しますよね。そういった時に、やっぱり日本人ですから、床に何かがあって、そこを取るとかですね。掃除したりとか、草むしりしたって、日本人だったらあります。まあね、ベッドの生活ですね。例えば、アメリカとか、欧米の人ですね。欧米の人たちは別に床はそんなに床になんか物を置いたりって基本的にしないので、まあそれほどしゃがむってことは必要ないんですけど、やっぱ日本人だったら床にやっぱなんか物があったりとか、それをどかしたりってことがありますし、床に座ったりすることもありますので、しゃがむのはできた方がいいんですが、それをどうやっていくかってことなんですけども、これがですね、しゃがむときに、これ、膝がですね、まあ、張る人も多いんですね、ここが。まあ、パンパンに張る人も多いんですね。で、痛くなってくる場合もあります。で、これができないと、やっぱ、この正座っていうのもやりにくくなってしまうので、しゃがむことができた方がいいんですけども、これをやるときに、ポイントがあります。ポイントはですね、股関節を使うんですね。股関節です。ここです。ここを使ってやってほしいわけですね。ここをやって、ここをまずこう折ってから、膝なんですね。膝は2番目です。だけど、このヤンキー座りとかしゃがんで膝が痛くなったり、突っ張る人っていうのは、こうしちゃいます。これ見たらわかりますけど、膝が最初に動いてますよね。膝1番、2番こっち。1、2なんです。これだと、突っ張ってきます。痛くなります。膝が痛くなります。ですから、膝が痛くないあなたはですね、1番、2番です。1番、2番。で、しゃがむと。いう感じでやってみてください。ちょっと、両方ですね、やっていただくと、この、膝1番でやっちゃうと、膝が張るってこともわかると思います。どうしても膝に負担がかかりますので、太ももに緊張が入るんですね。で、太もも緊張が入ったまま、緊張が入ると縮んでますから、縮んだまま、この膝が伸ばされますので、それで、突っ張ってしまうということが起こってますので、今みたいに、股関節からお辞儀して、膝っ
ていう順番でやってみてください。ということで今日はですね、ヤンキー座り座って、ヤンキー座りをしていいんですかという質問ですね、していいです。痛くなかったらしていいですので、ぜひ、今の順序でやってみてください。またやってみて分かんないことがありましたら、コメントメッセージいただければと思います。ということで、本日もどうもご視聴ありがとうございました。